これから気象がん3つエキスパートを始めたいと思います。このセミナーは国立がん研究センター気象がんセンター認定 NPO 法人キャンサーネットジャパンがん情報サイトオンコロ共催株式会社カルテポスト樋口宗隆がん研究基金株式会社クリニカルトライアル株式会社クロエ講演協力公益財団法人小児技厚生会の助成を受けて開催しております。このセミナーは原則として毎月第2金曜日の19時から行われております。私は司会、進行を担当いたします国立がん研究センター気象がんセンターの加藤陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず開会に先立ちまして、国立がん研究センター中央病院病院長である西田敏郎よりご挨拶させていただきます。週末の忙しい金曜日にお越しいただきました。ありがとうございます。9月に入ってちょっと暑さも和らいで過ごしやすい日々、ただ残念ながら雨の日が関東地方多いんですけども、少し過ごしやすくなったかなと思います。先ほど加藤から紹介がありましたように、この気象がんミート・ザ・エクスパートで今年の1月から月1回、気象がんの情報を発信しようということで、先ほどありました協賛のグループと一緒にやっております。なぜこういうことをしだしたかと申しますと、気象がんというのは、胃がんや大腸がんというのは非常にネットの上でもいろんな情報がございます。残念ながら気象がんになるとその情報がすごく少ない、でしかも正確な情報が少ないということが、それを患者さんからコメントいただきました。ぜひやはり正確な情報を我々がんセンターとして発信しなければいけないということで、手作り感がだいぶこもってると思うんです。この病院の中のこの狭いところでやるっていうのはそうなんですけども、手作りで、正しい情報、しかも最新の情報を出そうということで、我々の病院のメンバーが順番に、一つずつ取り上げていってます。私も2回目にジストという病気のお話をさせてもらいました。今日は森実先生、当病院の肝胆膵内科の先生ですけども、先生に、ネットと我々は呼んでるんですけども、神経内分泌腫瘍の、講演をいただいて、後でご質問を受けてディスカッションしていきたいと思います。この神経内分泌腫瘍というのも頻度は少ないんですけど、最近いろんな治療法が出てきてます。診断法もいろいろと出てきますし、原因の遺伝子が見つかったり、少しさまざまな展開、ここ10年近く起こってます。ぜひ最新の治療診断を聞いていただいて、ネットってどんな病気なんだろう、どうすればいいんだろう、かかった時にどこに行けばいいんだろうというのをご理解いただきたいなと思います。1時間少しの長丁場になりますけど、ぜひ勉強していただくというより楽しんでいただければ嬉しいなと思います。これから1時間よろしくお願いします。